冬シーズンはキノコが取れないんで、ちょっともう我慢できずに栽培キットを買ってしまいました。さあ、開封してやってきます。開封しましょう。あ、これはあれだね、上にかけるですね。さあ、どんな感じなんでしょうかね。おお、なんかすごいもんが出てきたぞ。これ、このような感じ、金どこなんでしょうね。ナンバーワン、袋金どこの上3センチのところで切り取り、フォークやスプーンでかき捨てるんだって。1センチほど。よし、やってみよう。あ、切ってやれ。切る、まずは切る、切って、うわ、見て中、表面の菌を1センチほどフォークやスプーンを使用してかき捨てる。よし、結構かっこいいんだよこれ。なんだこれ、表面のこれ捨てるだけだね。だめ、こんなもんかな。捨てて、袋の中に1センチほど冷たい水を注いで2、3時間ぐらい水を入れておきます。よっしゃ、1センチくらい水を入れるので、はこれで待つ。で、次はこれに付属の保湿剤ね、こぼさんようにね。どんなもん入れるの。おお。で、これもう水を入れて吸収させる。あとはもう待つのみ。待ってくださいね、2時間。よっしゃ、はい、2時間経ったんでこの中水を吸っています。で、これも水を吸っています。はい、これ水を捨てたんで、このやつを上に、よし、こうやります。保湿をするため軽く口を塞ぐみたいですね。さあ、1週間経ちました。ちょっと見てみようかね。こんな、さあ、どうなってるんでしょうかね。さあ、特に変化なしだな。2週間経過しました。やはりなんかこれ発芽してるんじゃないかな。これも発芽だよね。これいよいよだ。3週間目に何かすごいことになっちゃいました。なんか出てきたぞこれ。これ何、これ、これもしかして、ね、これなんかもろなんかそれっぽくね。なんと4週間目になって、見てやる、ほぼほぼキノコっぽいじゃん。エリンギさんらしくなってきたね。すげえ、エリンギさんですねこれ、まさしく。なんと5週間目になった。すごいことになっちゃった。もうエリンギだよこれ。出てきましたね、エリンギさん。6週間目に入りました。すごいことになりましたねこれ。でか、食えるかね。この奥のやつ何これ。エリンギからまたエリンギが生えてきたんだよこれ、ちっちゃいのいっぱい。何これ、収穫は来週かな。7週間目です。これも収穫だな。なんだこれ、いっぱい出てきたよ、ちっちゃいの。まだまだ出てきますね。この辺のなんかいびつなやつだって。これすごいな、エリンギからエリンギが入ってた。収穫です。いきます、はい、ハサミを入れます。あ、別に抜けるわ。あ、抜けた。はい、1本収穫しました。これ大丈夫だな。収
か。これ面白いでしょ。これなんでこんな風になるの。見てよこれ、エリンギからエリンギ入ってんだよこれ。食べちゃえ。収穫できました。あとこれもう来週さ、これをアルミホイル焼きしていこう、これ一番ないんだよね、アルミホイル焼きっていうのがね。こんな感じでなんか焼いちゃえ、まあ丸ごとやっちゃえ、ね、すごいみずみずしいよやっぱり取り立て、すっげえみずみずしい。はい、バターを乗っける、乗っけて包んで焼くだけ、これだけ。じゃあカメがファイヤー、待ちのみ。バターのいい香りしてきた。焼けたなこりゃ。おーおー、いいんじゃねえこれ。いいね。ちょっとこれに醤油垂らして。よっしゃ。よし、完成でーす。さあ食べてみます。バターの香りがいいですね。いきます。あ、ちょっと待って、これいきます。あく、あ、うまっ。もうみずみずしいね、取れたてっていうのはむっちゃみずみずしくて、うんうん、いいね。食感もエリンギ、うん、バター醤油焼き最高です。うん、うまっ。うん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 、うまい。そしてこういう時青いやつがいいですね。いきます。うめえ。ああ最高。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。バイ。